おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はですね、場所を変えてきました。ルカさん、ガテムさん、カマキリさん、モリピーさん、メイさん、おはようございます。アリエさん、おはようございます。アスカさん、それからはい、今日はいい天気です。ゆうさん、おはようございます。今日は、このように太陽が出てます。ちょっと今ですね、 YouTube の方がうまくいかないので少し待ってくださいね。今日のタイトルはですね、十字架の一番の意味、十字架の一番の意味ということですね。私たちは、十字架について、知りました。十字架の意味を知って、私たちは、神様がいかに私たちを愛しているかということが分かりました。はい、ちょっとまだね、YouTube の方がね、まだうまくいかないんですね。どうやるかうまくいかないですね。はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあこれ一応、どうしようかな。こうしてよいしょ。カオリンさん、それからカオリンさん、おはようございます。それでは歩きながらやりましょうかね。はい、今日はこういう久しぶりですね。なかなか最近はここに来なかったんですけど、まあ、今日は天気もいいし、来ました。いいですね、ここはね。ここはその放送する一番好きなとこですね。シャープさん、知ってるつもりの最終回スペシャル、イエス・キリストを見ました。あ、そうですね、知ってるつもりというテレビ番組で最終回がね、イエス・キリストなんですよね。すごいですよね。アリエさん、ツイキャスじゃなくて YouTube でも放送してるんですか。はい、アリエさん、6箇所6箇所放送してますよ。6箇所ね、6箇所で放送してます。なぜ YouTube がうまくいかないか理由はちょっとわからないんですけど、はい、あ、これも始まってなかったですね。まだ始まってないところもありました。はい、それではですね、まあ、結論から先に、私いつも結論から先に言うことが多いんですけど、結論から先に言うとですね、イエス様の、まあ、一番の十字架の一番の意味はですね、十字架の一番の意味は、私たちの罪を背負って死んでくださったイエス・キリストは、私たちの罪を身代わりに罰を受けてくれたというのが十字架の一番の意味です。しかしちょっとそれは説明しないとよくわからないと思います。今日はその説明ですね。なぜイエス・キリストは、私たちのためにその罪を背負ったのかということですが、まずその前提は皆さんももうすでに何回も聞いてると思いますが、神様と人間は人間の罪によって断絶して、アダムとエヴァが罪を犯してエデンの園から追放され、神と人間は断絶している。
神と人間は断絶しているというまず前提があります。人間は罪の中を歩んで罪を犯して、人間同士がうまくいかない、人間がですね悪魔によって苦しめられ、そして人間は死んでいく、人間は自分の罪のゆえに無になっていく、滅んでいくというのが、人間の、まあ、宿命、運命なんですね。しかし神様は、神様は人間のそのような罪によって滅んでいくことを喜ばれません。神様は神様に似せて作られた人間を和解し回復し、そして救いたいのです。神様は愛の方であって、人間がサタンに苦しめられていることを喜びません。神様はですね、人間を何とか救いたいのです。しかし人間の罪によって、人間の罪によって神様は、人間と、なんて言うんでしょうかね、神様は人間の罪に対して、人間の罪に対して神様は、罪が仕切りとなって、人間と関わることができない。ちょっとごめんなさい、 YouTube は今日はちょっと中止にしますね。すみません、 YouTube はまた後でアップしますので、今日は YouTube は中止ですね。桃次郎さん、南さん、はい。そして、イエス様は、神様はですね、その人間の罪を何とかしたい。皆さん、例えば犯罪ならですね、犯罪なら処罰がありますよね。犯罪なら処罰があって、人間が、罪を犯したらば罰を受けなければなりません。スピード違反でも罰金があります。刑事事件ならば刑務所に入る必要があります。罪というのはですね、罰則があります。それは、正義という、正義という観点からでは、当然なことですね。もし、他人に害を与えたらそれを賠償しなければならない。人に迷惑を受けたらそれを私たちは償う必要がある。それは法治国家なら、まあ、当然なことです。悪いことをして、その賠償しなければおかしい、被害者が、まあ、困るわけですよね。私たちは、その人間社会の中で、責任があるわけです。ですから人間の罪という神様に対する罪もですね、罰を受けなければならない。その罪に対して償わなければならない。そこまで皆さん理解できるでしょうか。しかし、そのスピード違反だったら罰金で済みます。刑事犯でもですね、まあ、死刑というのもありますけど、多くは数年、十数年という刑罰で済みます。しかし神様に対する罪、神様に対する罪はね、死だということなんです。死刑だということですね。つまり法律に対する違反もそれは、罪ですが、神に対する罪というのは深刻なんですね。神様に対する罪、それは、死刑になるんですね。それはなぜかというと、神様は
清い方です。清い方ですから神に対する罪というのは大きいということですね。はい、まあそういうわけで人間の罪の罰というのは死刑だということの中で、私たちはそれゆえに死ななければなりません。人間が死ぬのは、罪の報酬だと書いてありますね。ローマ6章の最後に罪の報酬は死である、罪の報酬は死であると書いてあります。人間が、すべての人が死ぬのは人間の罪のゆえです。しかし神様は人間に、死んでほしくない、滅んでほしくないと考えております。そして、人間は自分の罪を死でしか償えない。死んだ者は、律法から解放されていると書かれています。死ぬことによってその罪が償われるわけですけれども、神様はその人間の罪の罰をイエス様に負わした。すべての人間の罪をイエス様、罪のないイエス様、罪のないイエス様にその人間の罰をですね、罪に対する罰をですね負わした。それが十字架なんです。それが十字架なんですね。シャープさん、その森は公園から近いのでしょうか。バイクではですね、まあ数分で来ます。バイクでは数分で来ます。そういうわけで皆さんにぜひ分かってほしいのは、十字架というのは私たちの罪を背負って、死なれた、罰を受けたということを知ってほしいのです。それはどういうことかというと、その、私たちの罪がイエス・キリストを信じることによって私たちの罪が許されるということですね。私たちの罪が許される、十字架によって許されたと言ってもいいかもしれない。イエス・キリストを信じることによって十字架によって罪が許される、許された。それが十字架の一番の意味です。十字架の一番の意味、十字架にはいくつかの意味がありますが、一番の意味は私たちの罪をイエス・キリストが、追ってくれた、贖ってくれた、罰を受けてくれた、身代わりに死んでくださった、それゆえに私たちの罪が許されたということなんです。それが神様の義であり、神様の愛であり、神様の私たちに対する救いなんです。ぜひ皆さん、そのことを知ってください、信じてください。ですからこういうふうに信じるのです。私の代わりに死んでくださったイエス様、その、救いを受け入れます、その愛を受け入れます、私の罪を許してください、私は十字架によって許されました、十字架によって私の罪は許されましたと信じるのです。信じるのです。そうするならば本当に罪が許されます。本当に皆さんの、神様に対する罪が許されるのです。それが救いなんです。それが福音なんです。それがキリスト教なんです。キリスト教の真髄はそこにあるのです。キリスト教の基本はそこにあるのです。十字架によって私の罪が許された、イエス様が、私が死ななければならない、私が罰を受けなければならない、私が死刑にならなければならない、その代わりにイエス・キリストが死んでくださった、罰を受けてくれた、だから私の罪は許された、
私の罪は許されたんだ、もう私は自分の罪で、罪の縛られることはない、罪に支配されることはない、もう神様の裁きを受けなくていいんだ、私は救われたんだ、私は十字架によって罪が許されて、私は、罪の呪いから解放され、神の裁きから解放され、罪の奴隷から解放されたんだと信じることです。信じることです。そして信じる人は本当にそうなります。信じる人の罪は許されるのです。許されるのです。ですからぜひ皆さん、もう一度十字架の原点に帰って、私たちはイエス様がしてくださったこと、イエス様が十字架でしてくださったことを忘れないようにしなければなりません。私たちがいつも十字架を見上げるのはそれが理由なんです。十字架を見上げて、ああ私の罪のために死んでくださった、十字架によって私の罪は許された、十字架によって私の罪は許されたんだ、それで私たちは十字架に感謝するのです。十字架で、イエス様がしてくださったことを感謝するのです。聖餐式というのがありますね。日曜日に教会では、聖餐式をします。その聖餐式はその十字架のことを覚えて感謝するわけです。十字架で、こう裂かれるような痛み、 両手にあの釘を打たれてぶる下がることによって体が引き裂かれる、それでパンを裂くということですね。でブドウ酒を飲みます、ブドウジュースを飲みますが、それはイエス様の流された血を覚えるためです。イエス様の十字架でしてくださったことを感謝する、それは、自分の罪が十字架で許されたということを信じてこそ、信じてこそ私たちは十字架に感謝するわけですね。南さん、旧牧師は十字架を持っているんですか？持ってますよ、十字架持ってます。ですから皆さん、ぜひですね、十字架の一番の意味、十字架の一番の意味は、皆さんのためなんだということですね。そして、本当に罪が許された、十字架によって私の罪は許された、を信じることです。信じることです。ああ罪が許されたんだ、もう地獄に行かなくていいんだ、もう裁かれなくていいんだ、最後の審判の時に無罪になるんだ、神と和解ができるんだ。皆さん、本当に、真剣にその罪が許されたことを信じるんです。ある人はね、じゃあ罪が許されたから悪いことしてもいいんだという人がいますけど、それは違うのです。罪が許されるんだから悪いことしていいというのではありません。逆ですよね、逆です。罪が許されたから、ね、罪が許されたからもう罪を犯したくないと思うべきなんです。クリスチャンになってももちろん罪を犯すことはあります。でも私たちは、許されたものとしてね、罪が許されたものとして罪を犯したくないと思うべきです。多くの人は、罪に無頓着で、罪を犯すことに、平気な場合が多いんです。多くの人はですね、平気で悪いことをします。でもクリスチャンは違うのです。罪が許されたものとしてもう罪を犯したくない、もう悪いことはしたくない、罪を許してくださったイエス様に対して、ね、私はもう、義のために生きる、第一ペトロ2章にですね、イエス様が、その罪を負ってくれたのは私たちが罪から離れ義のために生きるためだと書いてあります。義のためというのは良いことをするということですよね。
十字架の意味は、私たちが罪から離れ、義のために生きるためだ。イエス様が私たちを許すために十字架にかかって死んでくださったのに、なぜまた私たちが罪を犯していいのでしょうか。イエス様が命をかけて、私たちのために罪をあがなってくれて、身代わりに死んでくれたのに、さらに罪を犯すことができるでしょうか。それは恩をあだで返すことになるのではないでしょうか。私たちは、十字架のゆえに、罪を憎むようになるのです。十字架のゆえに私たちは、せっかく罪を許してくださった、くださったのに、また罪を犯すということは、それは十字架を無意味にしてしまうことなんです。十字架のその救いを無駄にしてしまうことなんです。クリスチャンが、罪を犯したくないのは、十字架のゆえなんです。十字架のゆえに私たちは罪から離れ、もう、私たちは神様を悲しませることはしたくない。神様のが私たちを救ってくれたのに、なぜまた罪を犯すことができようかということなんですね。ぜひ皆さん、これがキリスト教なんですね。これがキリスト教なんです。そして本当に、イエス・キリストを信じることによって罪から、離れることができる、そして義のために生きることができるというのは、皆さんの証が証明します。皆さんの証が本当に十字架を証明します。十字架の贖い、十字架の身代わり、十字架の力、それは皆さんの証によって証明できるのです。イエス・キリストを信じることによって、本当に人生が180度変わる。自分の心が180度変わる。精霊を受けて全く別人になる。これが、皆さんの証であり、そしてそれは十字架の証だということですね。それではですね、証タイム行きましょうね。証タイム。イエス様を信じて、私の罪が許されたということで、本当に気持ちが、平安になった。気持ちが軽くなった。イエス様を信じて、本当に悪いことをやめるようになってきた証。イエス様を信じて、これ大丈夫かな。イエス様を信じて、本当に、良いことができるようになってきた証。イエス様を信じて、罪が許されたということを本当に感じるようになってきた証。イエス様が私のために身代わりに死んでくれたということを本当に、感謝するようになった証。スタート。ひとみさん、天国にも十字架持っていけますか。多分ね、この世のものはね、天国に持っていけないと思いますね。この世のものはね。その分吹けそうですか。今日は持ってきてないし、やっぱりちょっと朝は無理かな。セブンスターさん、おはようございます。あやこさん、おはようございます。今日はですね、建国記念日ですが、プロテスタントでは信教の自由を守る日、信教の自由を守る日、つまり、信教の自由ですね。憲法にあるように言論の自由だけじゃなくて信教の自由、これは、とても大事な、概念ですね。信教の自由、これは、その悪魔をね、悪魔は信仰を持たせないようにしているわけですけど、私たちは、イエス・キリストを信じる自由があるんだということを、訴えています。
おすすめの十字架は特にありませんが、シンプルな方がいいですね。シンプルの方がいいです。ガンデブさん、友人が心は病んでるので毎日イエス様に良くなるようにお祈りしてます。素晴らしい。それは良いことですね。良いことです。イエス様を信じて、十字架によって自分の罪が許されたということが分かるようになった証。イエス様を信じて、神様によって神様の祝福を受けるようになった証。スタート。アリエルさん、イエス様は十字架で許してくださる。私の過去の悪いことも許してくださったと信じます。これからは悪いことをしないようにしていきたいと思います。アメン、アメン。日本のですね、犯罪者の人たちが、イエス様を信じるようにしたら、犯罪が減ると思います。再犯も減ると思います。シャープさん、知ってるつもりでは、アインシュタインやマザー・テレサやヘレン・ケラーなどがたくさんの偉人がイエス様の影響を受けて、名言を残しています。ルカさん、イエス様を信仰して本当に良かったです。イエス様を信仰する前は人も許せないかったです。呪ってばかりいました。イエス様を信仰したら霧が晴れたように、そんな悪魔みたいなことをしなくなりました。悪魔の奴隷から解放されました。ルカさん、ルカさんは十字架によって罪が許されたんです。ルカさんはイエス様を信じて十字架によって罪が許されました。よかったですね。よかったです。ひとみさんも悪こめをしません。アメン。イエス様を裏切るような行為をしたくありません。ひとみさんも十字架によって罪が許されました。十字架によって罪が許されました。罪から離れ、義のために生きるようになったんです。アリエルさん、刑務所でキューちゃん牧師の放送を見せるようにしたら良い人になっていくと思います。アメン。それは素晴らしいことですね。刑務所に入れたからといって人間は、悪いことをやめようとはしないのです。まあたまにはそういう人もいるかもしれないけど、刑務所に入れただけでは改心しないのです。人間は、十字架を、イエス様を信じて初めて、イエス様を信じて初めて十字架によって改心するのです。十字架によって改心するのです。十字架を知らなければ、十字架を知らなければ人間は改心しにくいのですね。改心しにくいのです。十字架によって初めて罪が許されるのです。あ、これあったかいですよ。これね、ダイソーですけど、あったかい。ジデロンさん、旧牧師は全然年を取っていかないのでびっくりしてます。十字架のおかげですね。十字架のおかげ、十字架のおかげで元気です。頭を蒸れませんか？いや、寒いから大丈夫です。寒いからね。はい、それでは、ファイナルメッセージいきましょう。ぜひ皆さんも、十字架によって罪が許されなければならないと思ってください。イエス様は、皆さんのために死んでくださったんです。その例えばですね、皆さん、もしね、すごく大きな罰金があったとしたら払えないとしますね、罰金がね。でも誰かが代わりに払ってくれたら嬉しいと思いませんか？もし皆さんがですね、罰何年
何十年って刑務所に入らないといけないような犯罪を犯したとします。でも御社で、無罪になったら嬉しいと思いませんか。十字架っていうのはそういうことですね。十字架っていうのはイエス様が代わりに罰を受けてくれた。十字架は御社なんですね。十字架は御社です。皆さんの罪が、の代わりに、罪の罰の代わりにイエス様が罰を受けてくれた。十字架は御社なんです。ですから皆さん、罪を持ったままでいるよりも、罪をね、罪をイエス様が許してくれた方がいいに決まってるじゃないですか。で、イエス様を信じた人は喜んでください、ね、皆さんの罪は十字架で許されたんです。皆さんの罪は十字架で許されたんです。許されたと信じましょう。イエス・キリストを信じる信仰によって自分の罪が十字架で許された、自分の罪は十字架で許されたと信じるのです。強く強く信じるのです。そうするならば本当にそうなるのです。そして罪が実際に許されて、聖霊様が与えられ、聖霊様によって神の祝福を受けるのです。神様の祝福を受けるのです。そして本当に、義人となり、罪人から義人となり、神の子供となり、悪いことをしなくなるのです。そして良いことをしたくなるのです。良いことをしたくなるのです。それが十字架の力です。十字架の力です。ぜひ皆さん十字架を体験しましょう。十字架を体験するのです。皆さんが苦しいのは、皆さんの問題は罪が問題であり、自分の罪によって苦しむのです。ですからその罪を取り除いてもらわなければなりません。それは十字架だけが、十字架だけが皆さんの罪を取り除き、皆さんが苦しまなくなるのです。皆さんが、罪によって問題が起きなく、罪の問題が起きなくなってくるのです。皆さんにはその罪が許される必要があるんです。そしてイエス様がその助けを与えてくれたんです。解決を与えてくれたんです。十字架によって皆さんの罪が許された。十字架によって罪が許された、本当に許されたと信じるのです。その信じる信仰によってそうなるのです。あなたの信仰によってあなたは救われた。あなたの信仰によってあなたは救われた。イエス・キリストを信じる信仰、イエス・キリストを信じる信仰によって、皆さんは、救われるのです。そしてイエス様が、私たちのために、十字架にかかって死んでくださって3日目によみがえりました。すべての人が救われるべきです。すべての人が救われて、すべての人が罪から離れ信仰によって生きるべきです。ぜひ皆さん、皆さんに十字架は必要なんです。十字架がなければ私たちは救われることがないのです。天国に行くことはできないのです。地獄に行くしかないのです。自分の罪が残ったら、自分の罪は自分で贖わなきゃいけなくなってしまうんです。私たちは自分の罪を贖うことはできません。自分の罪を、持ったままでは、天国に行けないのです。地獄に行ってしまうのです。ですから地獄に行く前に、地獄に行く前にイエス・キリストを信じて、罪が許されて、罪が許されて永遠の命を受け取ってほしいと思います。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ十字架ってそういう意味だったんだ、十字架は私のためだったんだ、十字架は私の罪の身代わりでイエス様は死んでくれたんだ、私の罪は十字架で許された、私の罪は、全ての罪は、過去の全ての罪は十字架によって許された、イエス様の
身代わりによって許されたと信じる人、信じたい人、許してほしい人、アメンと言ってください。私の罪は十字架で許された、私の罪は十字架で許された、そのことを信じたい人、アメン、アメン、信じる人、アメン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 。天のお父様、多くの人は、神様に対する罪で苦しんでいます。人を許せない、人に悪意を持ってしまう、人を妬んでしまう、人の罪が気になってしまう、私たちは自分の罪で自分の人生を破壊し、自分の家庭を破壊し、自分の心を破壊しています。自分の罪によって滅んでいきます。多くの人はその罪を持ったまま生きています。しかし、その罪を、取るために、許すためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくれました。十字架によって私たちの罪は許されました。十字架によって私たちの罪は許されました。今アーメンと言った方々の罪が許されますように、罪が許されますように、イエス・キリストを信じる信仰、十字架を信じる信仰によってその罪が許されますように、許されますように、許されますように。そして、本当に、神様の、祝福を受けるものとなりますように。神と和解し永遠の命を受けますように、永遠の命を受けますように、聖霊を受けますように、聖霊様を受けますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、皆さん、イエス様を信じた方はもう本当に喜んでください、ね、イエス様を信じた方、また、改めてですね、自分の罪が十字架で、許されたことを知った方は喜んでください、十字架で私たちの罪は許されました。本当です、本当です、本当です。私たちの罪は許されたのです。十字架によって許されたんです。ですから喜びましょう。ああ、罪が許された。ああ、もう一番根本的な問題、人間として一番根本的な問題、神様に対する罪が許された、罪が許された。皆さん喜ぼうではないでしょうか。この喜びは永遠なのです。この喜びは永遠なのです。罪が許されたことを信じて喜びましょう、喜びましょう、喜んで生きるのです。もうネガティブになることはないのです。何も心配いらないのです。罪が許されたんですから、神様によって許されたんですから、もう正々堂々と、神の御前で義とされたんですから、恥じることなく、もう、喜んで歩もうではないでしょうか。もうサタンが私たちを責める理由は全くないのです。サタンが私たちに対して何の非難もさせてはいけません。正々堂々と会いましょう。それではありがとうございました。また今晩7時にお会いしましょう。シャローン。ありがとうございました。良い一日を、良い一日を。許された喜びの一日、許された喜びの一日を、送ってください。シャローン、シャローン、シャローン。